今日はドラキュラキャラでいくわ。はい。リンゴはいるかいっていうことをやってますけども、ドラキュラだ俺は。メガネよ。あの日差しが日中なので日中なのでドラキュラをさせていただきます。ちょっとすいません、あのコウモリが飛んでると思うんですけど。飛んでませんね。ね、でも俺ドラキュラキャラでやってるけど、本物のドラキュラって日差し弱いって言うやん。あれマジらしい。友達におるの？関係者におるのかな。まあドラキュラが存在するかどうかはあらわではないんだけど、今日はね、あのどういう動画を撮るのかと言いますと、はい、牙実は不便じゃないのかね、ちょっとすいません、あのに人の言葉を話すのちょっと久しぶりでドラキュラだから。そう、ドラキュラ語がある。ドラ、あんま舐めんなよマジ。ドラキュラの強さはあのアマチュアボクサーと匹敵するぐらいの。アマチュアなんだ、プロには勝てない。だからドラキュラがボクシングを習ったら、うん、なまあまあええとこまで行くねんで。舐めんなよあんまり。タイトルは取れないの？タイトルはまあまあいいところまでは行くんやで、うん、そのぐらいの知識が、知識言っちゃった。はい、怖がってください。ちょっと、なんなのそのお願いで怖がらせることは無理やろ。ドラキュラです、怖がってくださいね。よろしくお願いします。牙を買ってきました。はいね、あのアマゾンの方使わせてもらって。まあそうね、アマゾンにいるドラキュラさんかなっていうことでいいのかな。あーい違った。で、牙を買ってきました。あとね、これはポリグリップね。おお、あの入れ歯とかに、まあ勝手に言ったら入れ歯用の接着剤みたいな。うわー、科学使ってる。そうドラキュラが科学を使ってますけどもね。ちょっとこう、なるほど、こうなってますけど。いや見えません。口がこうなってますけど見えません。牙をつけていきます、うん、僕のこの平らな歯にね、なんでみんなこう平らであることに疑問を持ってないのかと思いますけども。まあなんで尖ってて、うがいしたい今喉でじゃあこの牙不便説っていう、どういう動画を撮るのかって言いますと、僕に牙をつけます。ギーって効果を買ってきた牙をギーってこうつけて、つけて、あ、牙すごい軽快だわ。ステップが、牙のステップが軽快に、ね、で、どういう感じで不便なのか確かめるために、うん、いろんなものをかじってしまおうと。みんなこれちょっと気になってんじゃないのかな、うん、やっぱり ね、あの人を殺して腕の肉を取ってきました。怖い、ドラキュラだあのレアで食べたいからと、あとこのバケットの中に、はい、あのフランスパンと、ちょっと底が深くて何が入ってるかわからないかもしれないけど、これはバケットでね、こういう感じでバケットの中にフランスパンとリンゴをちょっとこうフランスチックにねバケットついてる、ちょっともうバケットバケットがついてますけどこうリンゴと、フランスパン、これあの冷凍フランスパンですので、こうやってこう、うん、こうしてもね大丈夫？すごい痛いんですよ。痛そうだったね。あの今頭蓋骨にひびが入りました。大丈夫ですか？頭蓋骨とあの鼻にひびが入って、あの縦に割れていくの？そうそう、頭蓋骨とこうディオみたいな感じで、鼻粉々になりました。あのウソップがあのモグラ女にこうされた時のような感じにあったで、こうやってあの壁にウソップのこう形で穴が開いてっていうのをやっていこうかなと思いますけど、まず一回歯でどんぐらいなものか確かめなあかんね。硬さがこれらの、確かに確かに。じゃあいきますよ、どんな感じか。何回した今。まあ硬いっすわ、人の顎の力では結構厳しいだろ。ではじゃあフランスパンいきますか。はい、硬いよこれは、はい、うんダメよ、思ったよりいける。あの思ったよりおリーゼントみたいにすなよ、リンゴとパンリンゴとフランスパンはあの両リーゼントみたいに裏表両リーゼントみたいにしましたけども、ちょっとねこう待ってな、どうしたゴミか、ちょっとバケットがまだバケットがついてるの。かわいい、かわいい、かわいい、わーリーゼントかわいい、かわいくなりましたけどね。 LINE のアイコンにしたいこれ肉ね、あのすごいね、皆さんにもこう見せたいんだけど、うん、兄がね、うん、兄腹違いの、腹違いだった俺、浮気してたの親は不倫してたのかな、親が不倫して、あのドラキュラと人間にそれぞれ浮気してうわぁ、両親、俺はそう、ドラキュラの歯、あなたはこう人間純度100、ああで、こう普通の人ですね。で、その兄がね、うん、あのお肉買ってくるわっつって、うん、買ってきたのが、はい、あの顎よりでかい、ね、まあその歯どうのこうのより顎よりでかいんだから入らねえって。これに火を通していきます。おお、だいぶ火入ってたけどまだかな。じゃあ
で牙をつけたらサクサクサクって、あーいけるかどうか、いけないんじゃないいや今回の説は牙不便説だから、あそうかそうか、そうそう、いけ実はいけない、尖ってるからといってそんなわけない、つまりドラキュラは人肉を食べたり血を飲んだりとか、うんうん、なんか割と苦労してんじゃないのかな主人公がドラキュラか今回のそう、親父がドラキュラですので親父ドラキュラ、僕はそのハーフで狼子供の雨と雪で号泣できるからね、すごい感情移入がそうそう、狼と人間のハーフのそう切磋琢磨していくあの姿はすごい、ね、まあじゃあそういうことでドラキュラになろうかなと。おお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 おなるほどね、とりあえずこう剣士につけて、うんうんうん、今狼男みたいな感じですよね、おお雨と雪がそっちに話が言ってる雨と雪と雷でか雷狼親戚の雷でこうあすごいな、かっこいいかっこいい、うわ2回かっこいい時に2回言わない、で結構さ引っかかんない一個一個の所作に俺の、ええー、ブリッジしながら喋ってるやんしてないしてないあーどう、あれマジ何何痛い、これが痛い、うん、痛いやろそれ、これ結構違うかも、もしかしたらいけるかも、あ、ほんま、うん、不便じゃない可能性が出てきた、不便なのは不便でしょ痛いんだからじゃあもう設備一緒やん、これ髪切ろうか髪切ろう前が、髪切ろうか髪切ろう前がすでに不便、喋れてない滑舌が悪い、じゃあちょっと前歯にもつけていきますよ、三四郎もろみちゃとでしょ、あ、もうそっちよろしくお願いしますよ、ってことはあいつはドラキュラちょっとこう鏡を、鏡入れるな、絶対鏡も結構ね、ちょっとあ、こんなこんな近くで見たら誇りすごいんや、これもうこれだけか、鏡、いらん、これってさ、簡単に取れるの、わからん、取れなかったら今日学校すごいことになるあれあれドラキュラになってたわ、今日がってなるから、喋れちゃんと、うん、おー歯が取れた、はい、うん、うわすごい、あ結構すごいわ、おい全然入れないですよ喋れないですよ、全く口閉じれないんですよね、全く口閉じれないんですよね、おおすごい、あでもアーロンとかやっぱそんな感じだよね、逆トゥースガウンアーロン逆トゥースガウン、人間の歯でトゥースガウンしてアーロンはギザギザだね、おお、うん、すごいな、絵的にだいぶグラマラスだ、えこれがじゃあこう歯がくぐらしたもんね、早速こう垂れていこうかなとは思いますけどね、こう別にこう滑舌が悪くなっても流暢に喋ろうかなとは思いますけど、ね、逆に適当に喋ってるもん、ああそういうことが何に盛りかなって思うかなこの思われることがありますけども、全然通りたってこういうことがありますね、やっぱりそういうことは昨日もそういうことですね、太陽人間ずっとそうなんですよ、ね、本当にもうでもこれ食べていくだけでもないですけど、ずっとこうやって僕がこの間言いましたあれをこれあれやめろこうなんてツーおっどうなってる、あちょっと歯がなんか2本かけかけくだからな、もろでもサクッといったんじゃないさっきも、うん、わすごい噛めか噛めないんだ、大変な部分がないから、でもここまでやっていこうかなと思うんですけど、どう考えてもやっぱりずらしかないしかないですよ、こうやってずらしてずらしてあげてくるからずらしてみんなでもやってもやっぱりどうずっとやってもやっても意味がないですよ、怖い怖い、なんか噛みちぎったパン、うん、あんまり飲みしました、噛めないね飲み丸飲みした今、丸飲みしました、あ喉のとこ突っかかってない大丈夫すごいねすごいよく叩いて入れてんの、歯も一緒に飲み込んでない大丈夫その可能性あるの、あー、ないないない大丈夫、うん、一本までじゃ抑えました、一本は飲み込んだ、あんな鋭いもんが胃の中でえらいことないよ、多分肛門まで全部ストーンって切りながら抜けていく垂直にじゃあ次リンゴ行きますか、おー行きましょう、じゃあ行きます、はい、増えた滑ったちょっとね、これあの顎の大きさよりここが大きいので、はい、ここら辺感じるわ、お、どうだ、おお、でもあ、噛めた噛めた、
え、あのね、正直、うん、噛み合わせになってる。あ、マジで、うん、不便じゃねえじゃん。ほんで、牙のこの、わかる？あ、すごいすごいすごい。牙の断面図がね、ただね、やっぱり奥歯がこう平らなので、なんていうかな、奥歯こうある高さで、奥歯の高さ、こう歯茎があって、奥歯の高さはここなんですよ。牙の高さはここなんですよ。で、こう、噛み合わせた時、牙で合うから奥歯がね、浮くんですよね。だからこう、噛めないっていうか、思ってた不便じゃないいや、だから今日は不便説はもう成り立ってようかなとは思いますけど思ってたやつじゃないこれで、じゃあ検証結果不便肉肉いけずっと焼いてんねん俺な、今が何11時俺10時から焼いてんねん焼きすぎちゃうこれえ、1時間経ってるわびっくりしたさあ肉がどうなってるのかねおおドーン確かにドーンだわじゃあ早速食べていこうはいこれ石石の肩の部分石の肩部位があるの石にも石のロースいただきますはいハグ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 キハグキあーあおーおーおおどうえ、なになにおぉ演出が折れたおい、肉を噛もうとした歯が折れたぞ歯が折れたぞわ、歯がない人に見えるなんかその、すごいちょ、もっと噛んでいきますお、あ、ちょっと噛める歯型がすごいねおぉすごい口ちっちゃい人今回はこういう動画でしたけども、はい、皆さんも気になる方はぜひ、うん、あの歯を削って牙にしてもらってねなんで動画とは違うやり方をお勧めしてんの歯医者さんに頼んで牙にしてもらったらいいんじゃないのかなと思いますピッカンコカンカンの人おやおや、あずみやじゃん似てるな、なんでできる即興でおやおや、あずみやじゃん牙つけていろんなことできんようになったけど一個できるようになってるよじゃあ終わりまーす終わりまーすこんなしゃべりかしらパチョッパそんなチョッパそんなチョッパそパチョッパそんなチョッパそんなチョッパそビルバンドちょっとあれバレー部ひっくり返してバレー部ひっくり返してって言ったらなんてあのバレー部で革命を起こそうとしてるんじゃなくてバリアングルねカメラのそのアングルねバリアングルちょっとこう噛み切れんかったリンゴを前乗りしたいからおっおっ何ていうんだ無理だこのサイズ